で全体的にはレイヤーはあまり入れないんですけれども、今回ダミーで長めの前髪を作って、それがノーズラインで作ることによって、内側のもともとある前髪と長い前髪をダブルバングで作るような感じにしています。でその前髪から顔周りにつながるレイヤーっていうのを作っていって、そこにつながる表面の、鉢植えの部分だけにレイヤーを入れるような形で、でボトムは重さ残るんだけれども表面にレイヤーが入るという、そういう形でベースのカットをさせてもらいました。そうすることの理由っていうのが、ほっとけばワンレングスに見えるようなカットなんだけれども、今みたいなスタイリングをするとちょっとレイヤーっぽく見えるような、ちょっとくびれができるようなスタイルになると、そういうアレンジが豊富なデザインにするためにこのベースのカットをしています。